ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカーズチャンネルのティンカーです。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今回私は自動音声にチャレンジをしています。いかがでしょうか。肉声が良いよという方、自動音声がいいよという方、いろいろ意見があると思いますが、ぜひご意見いただければと思います。それではいつものように番組の趣旨のご説明から始めさせていただきます。ティンカーズチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しています。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けし、皆さんがそれについて情報精査をしたり考えたりしていただくきっかけになればと思っています。なのでティンカーズチャンネルではこれが正しいんだというように皆さんに答えを提示しているわけではないので、疑っていただき、情報を精査していただき、自分なりに考えて答えを模索していただきたいです。この考えるプロセスこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと思います。皆さんの考え、直感は宝物です。自分の直感を磨いてお互いに成長していきましょう。ティンカーズチャンネルにご登録の皆様、サポートありがとうございます。まだまだ小さな番組なので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。できれば周りの人にもおすすめしていただけたら嬉しいです。さて今回はつぶやきファイル第13章パート5。連邦政府や権力者と多方面から数々の検閲リクエストが届く毎日を送っていた旧ツイッター社は、いよいよ自社の方針や意見が言えなくなるほど政治の渦に巻き込まれていくことに。前回のあらすじ、連邦捜査局が勝利、最終的に連邦政府のレールに乗ってしまったつぶやき社、連邦捜査官のエルビス・チャン氏は各 SNS 企業のモデレーションリーダーの連絡網を作り、情報統制ともいえる形を構築しました。連邦政府は従順度をチェックするため、国家支援情報作戦の最新情報と題し報告をさせます。ダークウェブはみるみるうちに広がり、あっという間に全ての州連邦機関から検閲要請が届くようになり、対応をしていたつぶやき社、しかしこの時はまだ自社で判断をし対応しないという選択肢があったので、会員情報委員会からの要求を拒否するつぶやき社だったのですが、やがて政治的大規模アカウントも削除対象に。ツイート29、つぶやき社は GEC からの要求も含め他のほぼ全員の要求を尊重しました。これには次のようなアカウントを削除する決定も含まれます。アットレベルプロテストとアットグリックスメディア、なぜなら GEC はそれらをそれぞれ GRU の支配下にあると、ロの国政府に関係していると特定したからである。ツイート29番目、証拠画像の内容。証拠画像1、社内の検閲チケット画面、サイトの整合性 HPSI1507 解決済み、 F-I の紹介、 RU 国営メディアと本物でないニュース。10月1日に利用可能になった GEC からの追加情報により、 GEC は現在アットレベルプロテストを GRU 主導であるとする報告書の発行を計画しているため、サイトインテグリティはアットレベルプロテストを停止することになりました。またサイトインテグリティは GEC がロの国政府への報告機関を公表する計画を発表した後、アットブリックスメディアを削除することを決定しました。証拠画像に、国際女性デーを記念してハッシュタグサンティアゴのイタリア広場で行われた抗議活動で、数千人のチリ人がフェミニスト参加、アーキストインユアカス応対、ハッシュタグ警察と衝突、ハッシュタグチリ。証拠画像に至っては普通にニュースを報道しているような投稿でした。ちなみに現在もこの2つのアカウントは凍結されたままになっています。口を塞がれたつぶやき社。これまではつぶやき社は自身での裁量や調査もしながら政府と連携を取っていきたいというような姿勢でしたが、とうとう政府に逆らうことができない事態に。ツイート30、GEC の要求はつぶやき社で働いていた元 C-A 職員が、それに対する我々の窓口は閉まっていると述べた時に言及したものであり、つぶやき社が深刻な要求にノーと言える時代は終わったことを意味する。証拠画像、2023年1月3日マット対イビ、意見を言えなくなるとの趣旨が記述されている E メールがこちらです。ツイート30番目、証拠画像の内容。送信者黒塗りで不明。2020年10月1日午後8時19分。件名、リプライ、GEC からのフラグ。宛先、黒塗りで不明、CC、ヨエルロス、整合性、IO。本文、インフォグリックスは、私たちが事前に通知を受けていた組織ですが、記憶が確かであれば、政府パートナーは、これが、ロの国連邦軍参謀本部情報総局によって直接管理されているというほど具体的に示していません。ブリックスは、本質的にロの国主導の経済組織であるため、
ブリックスを宣伝するために設計されたウェブサイトやつぶやきアカウントはクレムリンの指示によるものである可能性が常にありました。こちら側に技術的な証拠が不足しているため、通常そのままにしてさらなる証拠を待っている状況です。政府パートナーが帰属とそれに関する報告に関してより積極的になっていることから、私たちの窓は閉まりつつあると思います。アカウントを停止し、ドメインをアンセーフとしてマークすることにします。レベルインサイドは私にとっても新しいものでした。ワノ国以外の世界の他の地域の不安を強調すること以外に、このアカウントの目的が何なのかさえ分かりません。すでにアカウント停止し、そのドメインを安全でないとしてマークしました。この情報は HPSI1507 で更新します。黒塗り00より。サイバー作戦を行っている国家支援企業。機密文書ではないので一般の私たちでも確認ができる資料があります。そこには完全に政治的に企業が動いている証拠がたくさんあるそうです。ツイート31、つぶやき社がサイバー作戦を言っている国家支援団体として米国情報機関によって特定されたユーザーを削除することを決定した2017年の内部ガイダンスを覚えていますか。2020年までにそのような個人情報が大量に提供されるようになりました。2023年1月3日、マット対イリ。ツイート31番目、証拠画像の内容。外部オフボーディング。ポリシー、ツイッターサービスの使用には twitter.com アドポリシーで入手できるツイッターの広告ポリシー、 twitter.com ルールズで入手できるツイッタールール、 twitter.com TOS で入手できるツイッター利用規約が適用されます。あなたとつぶやき社とのその他の契約およびあなたと当社の法的義務です。広告が当社の権利、契約またはポリシーに違反していると当社が疑う場合、当社は広告の掲載を停止することがあります。当社の権利またはポリシーに対する複数または重大な違反を含むはこれらの規約に限定されない場合、またはお客様が当社のサービス上で違法行為に関与したまたは関与した疑いがある場合、当社の独自の裁量で判断し、当社はお客様のアカウントの削除をします。内部ガイダンス。米国情報コミュニティによって米国またはその他の選挙に関連する標的に対してサイバー作戦を行っている国家支援団体として特定されたユーザーまたはそのような作戦に関連する団体はつぶやき社で広告を掲載することを許可されません。米国情報コミュニティ、それは情報活動などを行っている人たちのことを指していると思われます。すなわち情報員コミュニティが摘発したアカウントは規制を受けるという内容なのではないでしょうか。情報活動文書で見える国家支援企業の実態。ツイート32、 USIC リクエストは多くの場合単純に評価しますで始まり、その後ワノ国のインターネット調査局に接続され、アフリカから南米米国に至るまでサイバー作戦を行っていると思われるリスト、括弧場合によっては別のエクセルドキュメントで括弧閉じを提供しました。2023年1月3日、マット対イリ。ツイート32番目、証拠画像の内容。証拠画像1、本文開始、秘密、言う。この情報は潜在的な捜査の手がかりを開拓するための情報収集の目的でのみ提供されます。外国または国内の裁判手続きに関連して、あるいはその他の法的、司法的、行政的目的に使用することはできません。言う。我々はワノ国の大御所エフゲニープリゴジンのインターネット調査局 IRA が2022年7月にアフリカ系アメリカ人を対象とした人種差別的なコンテンツを投稿していたつぶやきハンドル JGOLDPHD を管理していたと評価する。秘密、本文終了。証拠画像2、本文開始、秘密、言う。この情報は潜在的な捜査の手がかりを開拓するための情報収集の目的でのみ提供されます。外国または国内の裁判手続きに関連して、あるいはその他の法的、司法的、行政的目的に使用することはできません。言う。ベネズエラ、キューバ、コロンビアを中心とした南米でのソーシャルメディア活動を定期的に監視していたところ、調整された不正行為 CIB とも呼ばれるボットのような動作の顕著な兆候を伴うつぶやき活動を発見しました。さらに私たちの分析により、アカウントがプロフェトロコロンビア影響力ネットワークに関係しているだけではなく、2021年10月14日の期間にいくつかの主要なインフルエンサーオットハーダーアカウントにもつながっていることが明らかになりました。 U 以下はこの紹介のデータセットで特定されたトップ10のインフルエンサーのリストです。トップ10のインフルエンサーアットから始まる10個のインフルエンサーのアカウント名が並ぶ。 U 以下はその日のトップ10ハッシュタグとつぶやき内でのメンション数です。
トップ10のハッシュタグ、言及、12個のハッシュタグとメンションの数が並ぶ。U、添付の Excel ファイルには590の潜在的なボットアカウントのリストが含まれていますが、5万を超える投稿とエンゲージメントの編集も含まれています。U、これらの識別及び会社の規約違反に関してフィードバックを提供していただければ幸いです。非機密、本文終了。証拠画像3、本文開始。非機密、U、この情報は潜在的な捜査の手がかりを開拓するための情報収集の目的でのみ提供されます。外国または国内の裁判手続きに関連して、あるいはその他の法的、司法的、行政的目的に使用することはできません。 U、 我々は我の国の大御所エフゲニー・プリゴジンのインターネット調査機関 IRA が2021年末時点でベニン、マリ、セネガル、そしておそらくインド、パキスタン、ナイジェリアでトロールファームを設立し運営していたと評価する。関与したアカウントは進路の国、反路の国を公開した。反フランスと反西側の物語であり、何千もの閲覧数を集めたとされています。また一部のアカウントが新フランス的な内容を公開していた可能性もあります。 U、 以下の職員は IRA トロールファームの一部として活動していました。ベニントロールファーム、 U、 U、 バレンス、アゴッホ、リード、サンニ、マリック、コンテンツ、マネージャー、ジョージス、ウッサット、コンテンツ、マネージャー、リカルド、オー、キャンス、コンテンツ、マネージャーは、不特定の Facebook 及び不特定の Instagram アカウントの管理を担当しました。マリトロールファーム、ユ、ユ、オラデール、ランドリー、リード、リカルド、クルバリー、コンテンツ、マネージャー、及び、ファトーマタ、ケイタ、コンテンツ、マネージャーは、不特定の Facebook 及び不特定の Instagram アカウントの管理を担当しました。あの戦争も内部ガイダンスに適合。ツイート33、昨年初めに我の国が宇野国に侵攻した直後に送られたある短い報告書は、ベロモスティやガゼタなどの我の国の主要メディアに警告を発した。国家主体に関する表現はつぶやき者の内部ガイダンスに適合していることに注意してください。もちろん今まで警戒をしてきたろの国に関連するアカウントや情報などの規制、これは現在も続くあの戦争にも当てはまるのです。ツイート33番目、証拠画像。ツイッターでの情報共有、2022年2月3日。本文開始。 U、 この情報は潜在的な捜査の手がかりを開拓するための情報収集の目的でのみ提供されます。外国または国内の裁判手続きに関連して、あるいはその他の法的、司法的、行政的目的に使用することはできません。ウェドモスティやガゼタなどの我の国のメディアを含む4つのアカウントが記述されています。アットマーク、ワンノモ、稲妻の絵文字、 U、 これらのアカウントおよび会社の利用規約の違反に関してフィードバックを提供していただければ幸いです。本文終了。のしかかる政府の絶対的権限。ツイート34、一部の報告書はほんの一段落の長さで次のような内容を述べていました。添付された E メールアカウントは影響力操作、ソーシャルメディア収集、またはソーシャルエンジニアリングに使用された可能性があります。さらなる説明がなければ、つぶやきには次のエクセル、ドキュメントが転送されます。ツイート34番目、証拠画像の内容。証拠画像1、 U、 FOUO、 高度な持続的脅威 APT、サイバー攻撃者は添付された E メールアカウントを使用して2022年6月中旬から9月上旬にかけて、おそらく影響力操作、ソーシャルメディア収集、またはソーシャルエンジニアリングに使用するために数百のソーシャルメディアアカウントを作成しました。証拠画像に関しましては、上記の画像通り E メールアドレスのリストが Excel にまとめられているスクリーンショットになります。このように政治的情報戦の最前線に立たされたつぶやき者、もちろん検閲した方が良いアカウントもあるでしょう。ですが、その境界線は紙一重なのではないでしょうか。政府に派閥がない、平等で、クリーンで、汚職もなく、国民のためだけを思って機能している神様のような存在でない限り、その判断は必ず一方向へ傾いてしまうのではないでしょうか。今回のパート5は以上となります。皆さんはどう感じ、どう考えますでしょうか。この動画がいいな、考えさせられたな、と思われた方は、ぜひグッドボタンで応援をよろしくお願いいたします。つぶやきファイル13章は次のパート6が最後ですが、まだまだ続いていきます。継続して視聴されたい方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
今回の動画をブログで読みたいという方は、概要欄のリンクよりアクセスをお願いいたします。それでは今回もご視聴をいただき、誠にありがとうございました。